新学期ということで、今回はクラス替えあるあるをやっていきたいと思います。それではどうぞ。あー、明日クラス替えか。明日りっちゃんと同じになれるかな。てか両県と一緒になれるかな。なれますように。うわ、めっちゃ緊張する。神様。あー、クラス替え。あ、おはよう。おはよう。おはよう。もうクラス替え見た？まだ見ない。これから見るところ。そうだよね。うわ、めっちゃ緊張する。楽しみだね。そうだね。楽しみだろう。あ、1組か。何組？あ、3組。あ、おりょうけ、おはよう。あ、クラス替え。あ、りょうけ、一緒のクラスじゃん。イエーイ、よろしく。イエーイ、イエーイ。あ、おはようか。おはよう。低くないけど。クラス替え出てるやん。いや、ね。あ、よろしくね。まあ、でも、またりょうけの話からしか。いやー、明日新学期かー、楽しみだなー。なっちゃんと一緒になれますように、神様にお祈りしまーす。なっちゃんと一緒になれますように、お願いします。なっちゃんと、どうか、どうかなっちゃんと、あんなこと、こんなこと、放課後一緒に帰りたいんで、お願いします。ぜひ、なっちゃんと、お願いします。絶対に一緒。あ、おはよう。クラス替え楽しいよね。そうだね。まだ見た？うん、まだ見てない。緊張するねあ、1組だ。何組？あ、3組。3組か。バラバラだね。そうだね。あ、グッピー一緒なんだ。あ、グッピーも一緒なんだ。おはようさん。あ、おはよう。グッピー、クラス替え出てる？うん、出てるよ。グッピー3組。おい、マジで？うん。あ、1年よろしく。よろしく。ナツくん。よろしく、ナツくん。どうしたの？よろしく、グッピー。よろしく。イエーイ。イエーイ。あ、楽しみやね、1年。なんか、あ、行こうや。ね、あの、茶道部行きたい。俺茶道部。うん、お茶茶道部がいい。茶道部、うん、だ、行こう。そこ行こう、行こう、行こうぜ。行こう、行こう。あ、大丈夫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 。この後、あれ、クッピンの野郎。てか、なんで春休み登校日あるわけ？そうだね。そうまじだい。うわ、てかさ、クラス替えどうなんのかな。ですよね。どんな感じだろうね。でも私今まで1組、1組で来てるから、また1組の可能性あるんだよね。あー、なるほどね。僕もずっと1組やったから。俺ずっと4組やったから。あー、じゃあまた4来るかな。でもどうなんですか？逆に3年会、3年に3年ちゃん一緒とかないか。どうなんですかね。確かに。
らしい。そう、で、5組らしいわ。ドピン5組。5組、あ、5組、うん、で、一緒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 やった。え、確かドピンたちのクラスの先生がヨッチ先生だった。ヨッチ先生か、ヨッチ先生。え、やばくない？え、また一緒だよ、やばくない？え、でも、え、なんでそんなのしてるの？さっき先生が職員室で話してるの聞いちゃって。うわー、マジで。いや、本当に本当に本当に先生たちが話してた、職員会議みたいな。マジ？そうそうそう。え、嬉しくない？やったー、いや、5組ね、男子しかいないじゃん。え、そんなことない。確か女の子もいた。えんちゃんとかいたんじゃない？よっしゃ、えっちゃん来たー。よかったね。え、え、どうした、よかった。え、楽しみだね。え、やばい、ほんとはね。あー、新学期までの楽しみはなくなったな。あー、1組だね。1組はどうだ。よろしく、よろしく。いや、1組さ、もう女子がさ、ね、ダメだわ。ペースって低すぎ。いや、でも2組がヤバいらしい、ね、特にさ、なっちゃんとかヤバい。めちゃめちゃ可愛い。去年さ、一緒だったんだけど、うん、あ、今回いない。うわ、夏ロスか。2組行っちゃったからさ。マジか。もう今年やっていけないか、これ。おーい、どうしよう、ほんと。じゃあ、どうする？見に行く？ちょっと2組行こう。もう行っちゃおうよ。行こう、行こう、行こう、行こう。なっちゃんいたよ。夏くん、めちゃめちゃ可愛いな。もうすごい一丁目になってるよね。めちゃめちゃ可愛い。うわー、くそー。何やねん、あれ。もうてか、スタイルいいよね。え、そう、うん、ほんと羨ましい。なんかしてるの？そんなことない。ストレッチとか？え、あ、あ、ストレッチ、あ、ストレッチもしてる、してる、してる。あー、だよね。やっぱなんかすごい足とかも綺麗だし、細いし、線が細くてほんと羨ましい。あれ、聞いてる？あ、何だ、そうじゃない？隣にさ、女の人誰だ、知ってる？いや、見たことない。隣の女の子。テストすぐ始まるよね。マジか、テストか。テスト全然やってないわ。いっちゃん頭いいって聞いたんだよ。え、全然全然。あ、2組めっちゃいいやん。チェンジしたい。あの、隣の人とチェンジしたい。くそ。まだ隣の人来てない。友達できるかな。てか、隣誰だろう。はよー。あ、なっちゃんじゃん。よっ、あ、1組だったんだね。あ、2組か。2組だったんだね。2組だよ。あ、だから昔から俺たちって一緒だよね。確かに。てか、なんだ、りょうけんか。いや、嬉しいでしょ。なんだ、僕は嬉しいよ、だって。いや、なんかちょっとドキドキしてたよ、誰だろうなとか。いや、もう、なんかね、でも昔からね、ずっと一緒だったからな。うん、俺は嬉しいよ。まあ、うん、確かに、まあ、まあ喋りやすいからいいけどね、はい、まあ、よろしく、今年も。なんだ、りょうけんか。いやでもさ、なんかりょうけんがせっかくさ、新しいクラスで新しい出会いとかもさ、あって彼氏できるかなとか思ったのに。いや、いいじゃんね、別に俺でね、悪くはないでしょ、別にね。りょうけんか。いや、まあ、1年間またね、よろしく、よろしく。あー、隣誰だろうな。去年なっちゃんだったかな。今年誰だろう。あー、でも楽しみだな。誰くんだろう、まだかな。あ、もう隣の人。なんか昔から隣の人でね、さんざん私の出会い潰してくるね。やめてよ。マジか、今年もよろしく、よろしく、よろしく。あー、隣誰だろう。え、りょうけん、嘘でしょ。あ、なっちゃんか。今年で高校終わりだよ。いやでもね、いやでもいいじゃん。なんでまたりょうけんなの。奇跡じゃない、こんな結局彼氏もできなかった。いやいやいや、なっちゃん、そうなの。そうなんだよ。また一緒。ずっと一緒。うん、え、一年も一緒なの？そう。え、マジで？そう、二年も一緒。え、てかさ、あれ中学も一緒なかったっけ？一緒。もうずっと昔からね。え、小学校は？一緒。え、幼稚園は？一緒。え、マジで？え、ずっと一緒なの？やばくない？運命じゃない？いや、運命じゃない。やっちゃえ、だってさ。え、だってなっちゃんさ、ずっと彼氏欲しいって言ったじゃん。いるじゃん。だから意外と近くにいるんだって。いや、そういうことだよね。そういうことだよ。幼馴染みだよ。え、いいよ。幼馴染の声とかめっちゃ羨ましいんだけど。それさ、うちだと幼馴染とかいないしさ。え、付き合っちゃいなよ。ないない。俺の似合うよね。めっちゃ似合うよね。ないから。え、そんなことないから。でも俺は別に、え、じゃあドッグにつけちゃう。え、つけちゃう。はい。え、せっかくもしかしたら私さ、え、いいじゃん。おめでとう。
ところで行こうよ。ほら、え、ロケ乗り気じゃん。ごめん、私は、じゃ彼氏頑張って作るから、うん、そしたら一緒に行こう。あ、そうだね、そうしよう、そうしよう、そうしよう。うん、うん、トリプルデートもいいし、いいですね。あ、いいね、うん、ロケ早くかも。うん、頑張れ。うん、いや、楽しみだね。え、グッピーさん、今日どこ行く、どこ行く。じゃあ、タリーズ行こう。タリーズ行く、行く、行く、行く。あ、いいな。陽介、誰よ、聞いたことねえよ。よろしくねー。よろしくねー。ねえ、てかさ、文化祭今年何やんだろう、ジロー。ねえ、なんだろう、このメンツだからね。なんだろう、占いの館とかやりたい。あー、なんか占いそうじゃない。そうでしょ、顔が濃いもんね。顔が濃い、確かに。ねえ、体育祭、体育祭。そうじゃん。やっぱうちらの本命、やっぱ文化祭、体育祭じゃん。確かにね。チラがいれば、だって去年のさ、あのほら 1位じゃん、うん、だから余裕なんじゃない。確かにね。待って、でも、男子がいやいや、ちょいちょいちょい、ねえ、なんで男子引っ張んないで、マジで。任せてくださいよ。だってさ、だってうち、俺大丈夫？だってニック、はい、どうに、鉄棒が得意です。鉄棒種目にないか。50m 走8秒、そうそうそう、何があったっけ。うちより全然遅いじゃん。だってさ、 B 組さ、よっちいるらしい。それほんとそれ、ね、よっちにはかなわない。かなわないよね。あー、負けた。負けたわ、マジで。そう、しかもそう、 B 組エッチャもいいんだよ。うわー、エッチャ、エッチャも半端ないから、マジで。確かにその種目来たらやばいわ。大丈夫。でもさ、 C 組は一致。あ、 C 組いけるかな。 C 組一致となるんだっけ。あ、確かにそうか。 C 組には勝てるかも。そうかもね。マジ叩き直そう、うん、そうしよう。毎日ダッシュして、毎日ダッシュして、うん、オッケー、頑張るか。グッピーはついでに占いも磨いて。そうだね、うん、タロットが得意でござる。新学期始まったから自分のノートに名前と出席番号書いて。はーい、今年20番か。20番。俺何番だっけ。いっちゃん3番。いや、それは1年前だな、2年の時。どうした。あ、俺なんか出席番号何番だっけなと思って、俺多分5番だっけな。あ、でも5番は1年の時だよね。いや、私知らないよ。あ、いや、まだ出した。さすがに人のまで覚えてる。結構前の方だったのは知ってるんで、それだけは知ってる。8番。いや、でも8番は小6度だ。あ、何番だっけな。あ、1、2、3。先生、聞く、気に行く、大丈夫。あ、でも大丈夫、多分ね、確か5番。うん、あ、違う、5番だ。じゃあ次だ。7番。5の次7だもんだもんね。いや、5の次6だよ。あ、6? 次だよ。あ、じゃあ6はあいつだから、うん、じゃあ確かに7だ。あ、7だ。7はなっちゃうや。あ、8だ。8か9、どっちもいいよ。8と9って書いてあるから。ちょっと楽しみ。そういえばさ、うちさ、前のクラスが2年の時のクラスなんだけど、修学旅行マジヤバくて、なんかうちのあの、あ、同じクラスヨッチがいたんだけど、ヨッチがおねしょしたの。どこだろう。奈良。そういえばね、去年のクラスの時はなんかみんなでその話し合いした時に、なんか奈良のあれも出たんだけど、結局大阪役ねみたいな感じになって、前のクラスではその意見が。あ、そうだね。でも今年は奈良だよね。多分奈良だよ。そうだよ。東大寺とか行こうよ。あ、いいね。でも前のクラスの時はなんかそう、東大寺も出たんだ一応。東大寺も出たんだけど、でも東大寺大仏だっけ、なんか大仏よくねみたいになって、たこ焼きじゃねってなって、前のクラスではそうなった。そうなんだ。マジで前のクラスめっちゃ仲良かったの、マジで。やばくて。そうだよ。超仲良かったの。でも今年もさ、仲良くなれそうだよね。でも前のクラスの時はマジでみんな同じ挨拶したから、あの体育祭の時とかで、同じあの靴紐とかにしてて、前のクラスの時マジで一致団結しててやばかったの、本当に。え、もう超うちら仲いいじゃんみたいな、マジ最高みたいな、もうバイブス繋がってるって感じ。てか、やっぱじゃあうちらも大阪にしようか。そうだね。そうだね。でもそれ前のクラスの話だから別にいいよ、今年は。前のクラスの話だし、うん、大丈夫だ。仲良かったんだね。そうそうそう、マジヤバかったから、バイブスって感じ、マンジって感じ、マジで。じゃあ、奈良
ありました。でもりっちゃん実際にさ、その過去の話する人いた、うん、いたいた。なんかまあ、あそこまであれではなかったけど、うんうんうん、なんか前のクラスすごいめっちゃ仲良くてみたいな話をする子は結構、まあ確かにね、多かったよね、うん、やっぱそうそうそう、余韻から抜け出せないんだろうね。そう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 、好きな女の子が違う男の人を、うん、あの子面白いとか、あー、地味に、そう、来るね、ねー、すごい来る。はい、ということで皆さんもあ